今回の遊び、まあ、遊びましょうと、探究なの、探究はちょっと置いといて、遊びましょうという趣旨でね、ちょっとやりたいなと。で、本当にこう、一人でに幸福感が出るってね、まあ、純子さんに言われますけど、本当に、まあ、本当沖縄自然って素晴らしいんですよね。だからそこでもう遊び感覚で、ちょっと探究を忘れて、遊んでるうちにもう探究が終わっちゃうんじゃないかという企画です。はい。そのホテルも本当に温泉があって、目の前がもうビーチでね、で本当に素晴らしいところなんですよ。もうあの沖縄のホテルでもナンバーワンぐらいのホテルなんで、多分皆さんくつろがれてね、あのもう探究のことを忘れてしまうと自然に一人でそういうような会にしたいなと、一人でね、本当に楽しむって感じで。あの今までってすごく悟りをやっぱりこう一生懸命求められたり、あのやっぱり探究のエネルギーがすごく強かった。で僕たち自身もなんか探究、なんか悟りって探究なんだなみたいな感じでやってきてたエネルギーがあったような気がするんですね。でもなんかもう少しこの悟りをもうなんかもっと自然なものにしたいっていうところから、この頑張って悟るんじゃなくって、その沖縄で自然の環境のいいところでのんびり過ごしながら楽しく騒ぎながらっていう風なものにしたいなと思って、あの純子さん自身があのやっぱあの人間は遊びだっていうことを全面的に話される方のような印象があって、僕自身も人間の遊びを最大限に遊びたいと思ってるので、そんな要素を入れるといいなと。沖縄でね、あの綺麗な風景を眺める、なんか海辺を歩いてみるとか、なんかいろんなことを一緒にあの過ごしながら、もちろんノンデュアリティの話や、それら他の今までそうですね、動画でお話しさせていただいてきたような内容や、まあ、皆さんからの質問や皆さんのご自身のストーリーなんかをあの聞かせていただきながら一緒に過ごしていくというリトリートになると思いますので、皆さんもしよかったらぜひご参加してみてください。ではまた沖縄でお会いしましょう。